ヘネラルパス通りはアルゼンチンの首都ブエノスアイレス自治市の西側を取り巻くように走る環状高速道路である。大部分がブエノスアイレス自治市とブエノスアイレス州の境界線の上を走り、アルゼンチンでも数少ない無料の高速道路の一つである。公式名称はアルゼンチン国道 A001 号線である。ほとんどの区間は片側3車線であり、 パンアメリカンハイウェイとラプラタ川の間は片側後、車線となる。両方向に速道が付随しており、途中にはガソリンスタンドやファストフードレストランを有するサービスエリアがある。1887年に定められた連邦法2089は首都ブエノスアイレス自治市の境界を定めているが、当時はベルグラーノ・パルティードとサンホセデ・フローレス・パルティードも市に含まれていた。 第6条では、ブエノスアイレス自治市とブエノスアイレス州を区切るために、道路が建設されることが宣言されていた。直線道路を建設する必要があったことから、連邦首都とブエノスアイレス州は、所有地の交換を行った。ヘネラルパス通りの名称は、ホセマリアパス将軍にちなんでおり、アルゼンチンで初めて建設された高速道路である。道路は、パスクアルパラストによって設計され、 ホセマリア・サバーラ・カルボの監督によって建設された。重要ないくつかの通りとの交差点は立体交差となっており、より小規模な通りとの交差点はロータリーとなっている。当時の道路は片側に車線であり、中央の1車線ずつが本道、脇の1車線ずつが側道である。舗装は鉄筋コンクリート舗装である。1937年6月8日に作業が、 開始され、1941年7月5日に、公式に開通した。1970年代には、リベルタドール通りとの交差部にあったロータリーが、インターチェンジに変更された。1996年に近代化と、完全な上下道の分離が行われ、片側5車線に拡張された。交通を円滑にするため、急行バス以外の乗り合いバスのバス路線は速道を、 走ることが決定され、速道にバス停が設けられた。これらの速道には時速40キロメートル制限のスピードバンプが設置されている。ありがとうございます。